皆さん、いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日は僕の原点でもある三つ間ベランダ農園をご紹介したいなと思います。この2つの多肉植物は実家から持ってきました。家でもしっかりとイチゴの苗を作っております。そして多肉植物もちょっとした日陰で増殖させている最中でございます。今日は天気が良かったのでイチゴのランナーの切り離しをしたいなと思い、朝早く起きて作業してました。一個一個見るとね、すごくしっかりしてて、来年しっかりとした実がなりそうで期待が大きいですね。いやー、久々にベランダの手入れしたんですけども、やっぱ初心に帰りますね。皆さんも来年家庭菜園なんかどうですか？これからもベランダ農園もしっかり発信していきますので、これからもよろしくお願いします。ではまた。